はい、皆さんこんにちは、マンダルグルビッシュです。では今回は信長の予防を大使一心志士転生物語続けていきたいと思います。今回はですね、四国をまず制圧しつつ、毛利長州と、盟約を結んでいきたいというところでね、進めていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。進出と、あと農業系は一通りやってあります。無理に力攻めをしたことによってね、伊予松山城を得たものの、財政と備蓄兵糧がだいぶ減ってしまっているので、ここをまずしっかり回復させていこうというふうに思っています。なので今回はですね、農業と商業とこの2つをね、入れていきたいなというふうに思っています。なので農業商業重視でちょっとね考えていきましょう。せっかくなんで、ここはやっぱり一心志士たちを中心に組んであげたいなということで、会議体はすべて一心志士で埋めました。うお、坂本権兵衛さん凄まじいな。で、他、協力で言うと、近藤長次郎もやっぱり強いよね。あとは、山内陽道。この3人にしましょう。でだ。まずは農業系を中心に、今回は入れていきましょう。労役増加。で、農業費用の減少。ここまでかな、入れられるのは。あとはちょっと貯めておきたいな。あとは親善効果上昇症、これもちょっと入れときますか。今お金を結果的に節約できるので、こんなところですかね。今長州に対して盟約中なので、おっと、福島正則が伊予松山を狙っていると。なるほど。ではその伊予松山なんですが、ここはですね、城主が吉田東洋になってるけど、一応ここはですね、武将としては山内陽道もいるので、山内陽道さんにぜひとも城主になってもらいたいね。ここはさすがに、で今回も商業を入れておきましょう。で、ちょっとお金が足りないんだよね、ここね。かしこまりました。積極的にお金を貯め込んでいきたいところなんですが。で、あとは、福島正則が攻め込んでくる可能性が高いということであれば、ここに、そうだなぁ。防塁、砦、どっちにする？防塁だと、兵数の、上限を自他ともに 25% 減。で、砦にすると、必ず先着扱いで、レベル1ごとに砦を、効果が強化されると。どっちがいいかな、ちょっと悩ましいよな。あるいは範囲内の戦場の兵数上限を、自勢力軍勢だけレベル1ごとに、戦上昇。準検上にしとこう、ここは無難に。これの方が効果が得られるよねーと言いたいところなんだけど、準検所、ちょっと待ってね、場所をもう一度しっかり検討したい。本当はここがいいね、ここにしよう。32日で作れる。32日か、1ヶ月以内に攻め込んでこなきゃいいなっていうところですかね。福島正則が。では、時間を進めましょう。お金が全然ない。秋まではちょっと兵を出すのが困難かな。また大阪の陣の続きですね。
報告いたします。伊予松山の戦力を増強しなきゃいけないですよね。でだ、お金が本当にないので、お金をどうやって増やしていくかというと、まあ地道に進出をしてお金を稼いでいくしかないので、これをやっていきましょう。で、あとはちょっとやっぱりお金を温存せざるを得ないかな。で、そろそろ長州との盟約ができる状態に持っていけるんじゃないかなというふうには思ってます。大阪夏の陣、大阪城の堀を埋め立てられた豊臣方は野戦にて徳川方を迎え撃つこととなった。柏井の戦いにおいて豊臣方の先陣を切り、明日の生にすがらず今日の死さえも厭うことなく、ただ己の名を轟かさんと奮戦した万丹円。道明寺の戦いで槍の又兵衛と呼ばれるにふさわしい武を持って奥田忠次を討ち取り、松倉重政をも破らんとした後藤又兵衛。八尾和解の戦いにおいて生きて兜を外さぬ覚悟でその尾を切って出陣し、徳川方先鋒東道高虎軍の右翼を下した木村重成。豊臣方は身命を賭した戦を繰り広げたが、激闘の末その勇士は戦場に散る。なおも徳川軍は進撃を続ける。豊臣方は大阪城の眼前で総力をもって徳川の大軍との最終決戦に臨む。天王寺岡山の戦いである。この戦は乱世はここに終わる。あまたの野望は行くあてもなく、その志はやがて露と消えよう。なればこそ今ここに示さん。命を惜しまぬ真田の生き様、真田の戦をその首この雪村がもらい受ける。雪村は敵本陣へ三度にわたり決死の突撃を行った。家康の馬印が倒されたのは三方ヶ原の戦い以来のこと。追い込まれた家康は騎馬で後退しながら切腹やむなしと幾度も口走ったという。しかし次々に繰り出される兵の波に遮られ、雪村の十文字槍の穂先はわずかに家康の首に届かなかった。戦の体制、時代の趨勢は変わらず、果たして豊臣方は敗北を喫した。ただ雪村の武名は六門戦に委ねられたその志とともに、日の本一の強者として後世に広く知れ渡るのである。はい、これで、まあ、一旦ね、大阪の陣のシナリオ自体は終了ということになったと思います。で、大阪城がこれでね、徳川型のものになったので、まあ、ここまで見据えた場合、まあ、初めから徳川のところに、会津藩、その預かりとして、新選組を入れておいてもよかったかもしれないですね。そうすると、まあ、新選組が主戦場としていた京都だったり、大阪だったりっていったところに、まあ、彼らがね、結果的に配置される可能性があったんじゃないかなという点がちょっと心残りではありますが、まあ結果的にね、星名家は、家康というか、まあ徳川型であるし、時間とともにおそらく徳川に飲み込まれるんじゃないかなというふうにも思いますので、このまま進めていきましょう。まあ、まずね、
土佐藩というか我々としてやらなきゃいけないことは変わりはないので。報告いたします。先月の収支です。長い退陣にも耐えられるような、まあ、しっかりとした兵糧、これを蓄えていくための施策を行っていきましょう。お金が少し増えたので、ここに来て独占がまだできないか。費用7200は先が遠いな。で、そうなると他にどうだ、投資していくしかない感じかな。じゃあ投資をしていきましょう。まあ、投資よりもね、新しく進出の方がもちろん得られる効果は大きいので、ぜひともそうしたいところではあったんですが、中村御所、ここいいね。兵糧収入が200アップか、草刈りで。他、なんかもうちょっと効果が得られるところがないか確認していきましょう。結構ね、重要というか、かなり、兵糧のわずかな違いでも重要になってくるので、ここは。まあ、草刈りの方が効果が高いね、全体的に。労力を使って草刈りをやっていきましょう。お金がないね。お金が本当にない。まあ、ここはただお金がなくなってでもいいので、しっかり、秋の収穫に備えましょう。伊予松山のところには、待望の準検所ができたんで、まあ、福島正則が攻めてきた場合でも、なんとかここで、迎え撃てるかなというところですね。よし。まず、板垣退助送り込んでいた、長州との、まあ、親善ですね。これは一定の効果を得たので、同盟結べるかどうか、報告いたします。ここに、先月の収支です。試してみましょうか。表情を始めよう。策がございます。で、まずはなんですけども、表情ですね。内容としては、同じ。農業、商業でいきましょう。お金と、米と、この二つですね。長次郎もやるね。いや、本当に、長次郎と、ゴンベイと、ヨード、すごい。逆に、龍馬の出番がちょっとないっていうのがね、龍馬伝と言いつつ、なんともちょっと微妙な展開になってますけども。ここは、とはいえ今は、重点的にやる内容として、たくさんの効果が得られるものを優先的に、採用させていただきましょうというところですかね。では、今回もですが、まずは最初にやっておきたいのが、投資ですね、投資。まあ、投資は、お金を使ってでもやらざるを得ないのでやります。お金がないんでね。で、あとは、交渉。毛利との交渉を行いましょう。同盟締結。かしこまりました。ちなみに、毛利の外交状況を確認しておきますか。毛利の外交状況は、細川、あとは福島正則、宇喜田、このあたりと同盟結んでるわけだな。うん。となると、毛利としては、我々と同盟を結んで、もう完全に周りは固めた形ですね。となると、四国をやっぱり先に平らげて、薩摩とも、まあ、盟約を結んでいくというのが、家康と対抗するためのセオリーになりそうですね。報告いたします。家康がいろんなところと同盟を結び始める前にある程度蹴りをつけたいという思いもありますからね。
では今回は兵を出しましょう。次のターンで確実に兵糧が入ってくるので、まあ、それに対して先んじて兵を出そうという策ですね。あとはそろそろなんですけど、鉄砲の数も欲しいので、鉄砲をねちょっと用意しておきましょうか。でお金がもうギリギリいっぱいいっぱいというところなので、ここで宣戦布告、それと同時に戦っていきましょう。我らの力見るがよい。細川家、中川家が脇坂につくと。ただ援軍として仮に出てきたとしても、その前にね落城させる勢いで攻め込みましょう。敵の数予想では4000、我々が8000、これ野戦で撃破できたら圧倒的有利にことが運べますね。出陣します。なんとか野戦で決着をつけたい。報告いたします。先月の収支です。よし、兵糧がこれで入ってきたので、しばらくは兵糧に悩まされなくても済むのかなというところですかね。では続いて投資をしておきましょう。で、あとは、まあ、今回は農業として、そうだな、効果が高いものを入れておきたいので、開墾でしょ？あと中村御所。貿易免除を入れておきます。バランス重視でいきましょう。かしこまりました。かしこまりました。この先を考えると、あと必要なのは牧場とかもね用意しておきたいですよね。承知。さあ、これでお金がすっからかんですね。4、お金が4。まあ、ただここで脇坂を滅ぼしておけば、四国の西側は完全に制圧完了という状態になりますからね。さあ、決戦の指揮を取ります。ここは絶対に勝ちましょう。まあ、敵が間違いなく先陣取っているということなんですが、部隊数は我々の方が多いのが今ね確認できましたからね。部隊数の有利で、勝利を勝ち取っていきましょう。では作戦から選択します。ここは本陣切り込みにしておく。もしくは奇襲をうまくかけるか。敵を待ち受けるようにするっていうのはなかなか難しそうなので、ここはじゃあ軍施設にする。陣を用意しておきましょうか。敵の動きをちょっと見極めながらということにはなるので、敵がどっちから来るかですね。あと鉄砲隊もうまく活用していきましょう。ご命令を始めるぞ。命を覚悟せよ。参ります。覚悟は良いか。覚欲の陣で敵を迎えます。
始めるぞ。ご命令くだされ。始めよ。ゲチオ、山内陽道の鉄砲がうまくはまってくれれば。始めるぞ。参ります。覚悟は良いか。すごくいいですよね。味方は覚欲の陣で少ない敵の軍勢の数を迎え撃ちます。参ります。始めるぞ。なかなか出てこないね。騎馬隊とかがいればね、あの敵を、まあ、ちょっと挑発というかおびき寄せるという策もありだったと思うんですけども、今だとちょっとそういう状態でもないので難しいかな。まあ、ただ兵を遊ばせておいてもしょうがないので、一体を敵ののろし台の方へ向かわせましょう。騎馬隊がいてくれたりするとね、すごく楽に、今みたいな作戦が取れるんですけど、今回は騎馬隊がいないので慎重に戦っていきます。長期戦で農兵に疲れが見えた。まあそうなるよな。敵に罠があるのが間違いないので、ドゥハ、泥沼にはまった。のろし台を破壊しておきましょう。こうなると本当に動きづらいね。参ります。覚悟は良いか。名簿始めよう。ちょっとじゃあ山内陽道の鉄砲隊を都会させますか。でのろし破壊部隊は進んでますね。しっかりこれ兵力差がもう500になっちゃってるからね、もうちょっと早くのろし大破壊っていうことを視野に入れとくべきだったかなという後悔はあります。がまだ遅くはない。しっかり破壊しておきます。破壊したね。ご命令。これで敵はこれ以上は増えてこないという状態ですね。そしたら敵の側面に回り込みましょう。始めるぞ。ゲチオ、始めよ。ゲチオ、覚悟しろ。敵の居所知れましたな。敵の居所が判明したので、これに合わせて兵を動かしましょう。ちょっと嬉しくない情報として、雨が降ってるね今。ご命令を。さあここで少し動きがあるので、この動きに合わせていきましょう。雨が降ってなければね、山内陽道の鉄砲隊がうまくはまるんですけどね。雨やみ待ちですね今は。ご命令を。始めるぞ。ご命令ください。始めるぞ。ご命令ください。叩きのめせ。慎重に行きます。数が少ないんだね。やりたい。前へ。さあそしたらこちらも使っていきましょう。
今こそ雌雄を決する時。名武始めよう。名武近藤長次郎隊は参ります。最も信頼している部隊なんで、まあ、そこでうまくはまってくれればというところですね。中岡慎太郎の部隊も出します。鉄砲隊が今使えない状態ではあるものの、数の有利、部隊数の有利はうまく活用したいので、陽道の部隊も出していきましょう。敵の居所知れましたね。ゲチを叩きのめせ。やりたい。前へ始めるぞ。ゲッチ始めるぞ。参ります。始めるぞ。近藤長次郎隊が危ないので一旦下げます。始めよう。やりたい。前。覚悟せよ。名武始めよう。悪いがその首。ああ、重門か。道理で強いわけだ。壊滅するだ。破れるとは。敵の居所知れました。ここは壊滅したくないぞ。とはいえ、ゲチを始めるぞ。ゲチを さあどうする。まず太鼓。難しいな。ここは一度采配を使っておこう。もう下手したら中岡慎太郎も敗退する可能性があるので、近藤長次郎一旦陣まで下げましょう。で、山内陽道の鉄砲隊をうまく使いたいので、敵をうまくそらしていきます。ご命令ください。覚悟しろ。ご命令ください。中岡慎太郎も危ないので、とはいえな、当主自らの軍を前に出すのも危険だからな、ちょっと判断が難しいね。じゃあ進出希望し打っとく。そしたらやりたい。前へ。一筋縄ではいかねえか。おのれ。中岡慎太郎の部隊も下げましょう。一旦ね。ぐは、奈落にはまってるよ。もうことごとく食らってる感じだな。覚悟は良いか。まさか破れるとは。よし、敵の同位体を壊滅させたな。やりたい。前。数では逆転したものの、敵の方が1部隊あたりの数はまだ多いね。そしたらここ陽道の鉄砲隊をうまく使っていきましょう。いざ進まん。ゲチを始めよ。やりたい。前へ。ゲチをやりたい。前へ。基本は鉄砲隊を使っていきたいところですね。始めるぞ。坂本隊も出しましょう。ご命令を。中岡慎太郎は下げる。始めるぞ。やりたい。前へ。これにて幕とさせていただく。手加減できるほど。足止めを受けたとしてもここは問題ないね。忠義自身で重門隊を撃破できれば、3体で強襲可能。よし、重門隊を壊滅させたね。あとは敵の大将脇坂康春を撃破すれば終わりですね。ご命令始めるぞ。やりたい。山内陽道の部隊はちょっと下げましょう。貴重な鉄砲隊を失いたくないので。やりたい。前。
参ります。覚悟は良いか。ゴンベイ隊が持ってくれればいいな。高島隊はまあ、のろし台を破壊した以外特段功はなく、ただ兵は逆に温存できた形ですね。よし、これで脇坂隊は撃破したので、ただ味方の損害も大きいですね。戦場がまあ小さかったというかね、大きくなかったこともあって、総兵数はまだまだ十分余力があるので、この兵力を持って、では安坂の大須城へ進んでいきましょう。まずは拠点情報を確認しておく。施設もほぼほぼ破壊済みだね。大須城は武将は今のところ安治一人、防御力は B。 うん、これなら6000の兵で攻め寄せれば十分に撃破可能だな。ここは力攻めで、いや普通の攻撃、いや力攻めでいこう。ちょっとでも兵糧を無駄遣いしないために力攻めで一気に落としましょう。報告いたします。先月の収支です。表情では、表情です。まあ、ここも同じく農業商業でいきます。そうすると山内陽道、もう中岡慎太郎もやるね。そしてエース近藤長次郎、これにて表情を終わる。近藤長次郎のエースぶりがちょっと群抜いてるよな。ゲチオ、大津将はこのまま、力攻めで落としていきますという方針に変更なし。で、内政の方を見ていきましょうか。そしたらまずですね、投資。どこに投資するか。ここは、お金がないけど、やっていこう。我慢してやっていこう。で、あと、この先のことを考えて、やっぱり鉄砲の数が欲しいっていうのが、まあ、改めて、分かったことではあるので、梶村。ひたすら、梶村を作って、鉄砲の数を確保していきましょう。強いのがね、近藤長次郎よ、近藤長次郎。近藤長次郎対ほんと強い。近藤長次郎を見ておくと、統率95。いやー、これだよね。強いゆえんは。近藤長次郎は、第一大満大吉持ちか。で、治癒持ちなので、まあ、傷を負った兵が徐々に回復する。まあ、具体的に言うと兵力が削られた後、戻ってくるってイメージですかね。うん。これは強い。龍馬と共に海援隊の前身である亀山社中を設立というふうに僕が列伝に入れてます。忠誠心は、悪くはない。もうちょっと上がってほしいかなというのはもちろんありますけどね。では、時間を進めます。まずは四国、全土を平らげましょう。立ちはだかるなら、打ち砕くのみ。基本は全員。やっと言いましょう。脇坂康晴、能力的には、まあ、盆栽っていうところですかね。逆に土井が結構強いね。統率82。
内政91、このあたりは、山内家の中でも、トップ5に入りそうな、そんな感じです。では、一旦起乗します。兵糧温存できたし、あとお金だけだね。今足りないのは。勝本が死んだか。報告いたします。先月の収支です。兵糧への損害も少なく無事に確保できたというのは大きいかな。そしたら大津省の方に武将を入れていきましょう。まずは誰を入れるか。大津省の方にはここはね、もうかなり重宝してるんですけど、坂本権兵衛龍馬、龍明を入れましょう。これにそうだな、まあ脇坂二人を入れておきますか。承知。で、投資を行います。ま、ここは安く投資ができれば御の字ですね。で、また準検所を作っておきましょう。まあ、敵、ここで言うと池田が攻めてくる気配があるので、これを迎え撃つためですね。かしこまりました。で、継続発展もさせる。どこだっけ、準検所作ったの。ここだね。ここの準検所をうまくパワーアップさせたいけど、できない。そしたら無難に新設しておこう。もう一つやっておきたいのが、さっきからやってる梶村の建設ですね。梶村は本当にいくらでも欲しい。お金が332、一旦ここまでにしましょう。あと外交をどこにどう結んでいくかっていうのも検討に入れていきたいな。ん？毛利と再び心象がゴリ下がりしてるな。吉田東洋を投入する。毛利としっかり進行を結んでおきましょう。いやーもうこれだけでもお金ないからね。四国全土を送ったとしても徳川のこの大領土、まあ、飛び地になっている大阪近辺を先に抑えれば、まだ逆転の可能性はあるかなっていうところですかね。はい。では、ちょっと時間長くなりましたので、今回はここまでにさせていただきまして、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。